これまさにですね、今宗教2世という問題になってますが、どちらかというと教会、いわゆる伝統的なキリスト教はですね、まあ、あいつら別に一部の怪しげなね、カルト的な統一教会やエホバも含めてキリスト教を名乗る別の団体ですよっていうことで遠ざけてきましたが、いやいや別に伝統的正統的と言っているキリスト教会も似たようなことやってたよね、やってきたよねというところの反省に立たなきゃいけないという意味でも、教会、特にキリスト教系の学校も含めて教会学校という日曜学校とかも言われますが、子どもたちを集めて礼拝をするみたいなことも教会でやってますが、その中で全く普段の、いわゆるさっき言ったような一般の世俗の学校教育と同じような価値観でですね、黙って静かに座って牧師の話聞けみたいなことをやったりするんですよ。やりがちです。で、子ども賛美歌といって子ども用の賛美歌があって、その中にはいい子、正しい子、明るい子みたいなね、で、いい子は神様に喜ばれて悪い子は神様に悲しまれみたいな、非常に洗脳的な、なんというか非常に特定の価値観を押し付けるような、教育が気づかないうちに、それと意識しないうちになされています。私もキリスト教学校で、先ほど紹介したようにキリスト教系の学校で5年間小学校の教員といましたが、聖書家の教員でキリスト教を教えてたわけじゃないですけれども、日常的にチャペルでの礼拝があったりとか、そこに子供たちを引率したりとかもする中で、やっぱりですね、道徳になっちゃう瞬間があるんですよね。それは本当に非常に良くないと思っていて、とにかくその悪さを、悪さを知ってくれるな、しちゃいけないよっていうのを教えるのは教育機関としてはもちろん大事だと思いますが、そこにキリスト教を利用されちゃうっていうことのね、なんかまずさはちょっと敏感であった方がいいかなと。で、それをたまたま道徳の代わりに聖書家ということで置き換えられる制度としてそうなっているだけであって、じゃあそこで聖書家で教えているのは、じゃあ道徳なんですか、あるいはそもそも聖書に書かれている内容は道徳なんですかと、モラルやね、人間の倫理、守るべき規範なんですか、もちろんそういう面もあると思いますが、じゃあ別に聖書じゃなくてもいいですよね、道徳でいいですよね、倫理でいいですよねってことになっちゃうので、そこはやっぱりさすがにこう設計図世俗的な、それこそ学歴が、ね、高い子が褒められて、あるいはその教会なんかでよくありますよ、その会社にいい会社入ってとか、あとその適齢期になったら結婚まだなのみたいな、結婚したと思ったら1人目まだな、子供はまだなのとかね、子供生まれたら2人目まだなのとか、そういうことが平気でこう交わされてしまうっていう教会文化のまずさ、まあそれは教会文化だけじゃないと思いますが、日本のいろんなあらゆる、ね、場所でそういうことが起こり得ると思いますが、教会こそはそういうところからは自由であるべきだし、別の価値観、全く世俗的な、いわゆる我々がどっぷりと使っている価値観じゃない、あそこに行ったらなんか本当に全く違う価値観によって、世間的には全く認められなかった子が教会では認められたりとか、そういうことがあってしかるべきだし、そういう子たちのための居場所になったらいいなと個人的には思っております。答えが長くなりましたが、そんなことでよろしいでしょうか。はい、まあでも道徳にするのは楽なんでね、聖書持ち出しちゃったらもうなんか文句言えないんで、子供たちも神様持ち出せば、だそれはでもエホバの無知と同じですよね、やってることはね、と個人的には思っております。もうこの場合牧師さんもいらっしゃるんで、牧師さんに聞いた方がいいと思いますが、私はだからそれこそ宗教2世で、もう生まれた時からキリスト教なんで、その比較が非常に難しいんですよね。自分でご自身のように選んでいろいろ比較した上で、これだと、これがやっぱり最終的に自分に合うし、真理だと思うっていうことで選んだ人間であれば、多分明快に分かってると思うんです、それは体感的に。私はもともとがキリスト教の生まれで、で一応洗礼を受けてクリスチャンにもなってるんですが、まあ、そういう意味では自覚的なクリスチャンではありながら、じゃあ仏教神道とそんなに比較をして、あ、やっぱキリスト教だねって思ったかっていうと、まあ、なかなかそこは言い切れないと思います。ただ私の今の現段階の一信者の感覚だと、そうですね、まあ神道とキリスト教は明らかに多分結構違うと思います。っていうのは、
まあ、どちらかというとそのキリスト教っていうのはそのなんかもちろん信じることによって救われるんですけども、ただ信じると言ってもですね、何かこのそれこそお捧げ物をするとか何か行為をする、あのお参りをする、何かその行事を何かするっていうことよりも、まさにルターが言ったら信仰義人であると、信仰が全てであると。だから何かお金を払ったとかお札を買ったとか、何か参拝を熱心にしたとかっていうことじゃなくて、信仰そのものによって救われるんであるから、それ以外の一切いろんなものは必要ないというのがキリスト教だとすると、まあ、神道はどちらかというとその信仰がどうのっていうよりは、むしろ儀礼的な参拝があったりとか、あとはそのお参りがあった、あとはお札を買ったりとか、そのおみくじがあったりとか、何でしたっけ、 お守り、あの御朱印か、御朱印って お寺、まあ、神社にもありますよね、いろいろなもの、グッズがあったりとかで、それによって何かそういう神、まあ、要はその日曜日に、例えばキリスト教だと日曜日に毎週礼拝に行くみたいなことが、まあ、その信仰生活として求められることがたくさんある中で、信徒はそういうその定期的に何かをしなきゃいけないとか、あとはそのコミュニティがあって、もちろんガチな神道の信者さんはそういうことをやってる方ももちろんいらっしゃいますけど、一般的な神道の信じ方っていうのはそこまでガチにコミットする人たちではないイメージがありますね。わかりにくいですかね決定的なのが、あとはその神道って別に聖書みたいな経典がないんですよ、教えがないんで、これあの、まあ、伝統といったら伝統としていろいろ言えるんですが、神社によって言うことが全然違う。だ特定の経典によって、あるいは聖典とされるものがあって、みんながそれを読んで信仰しているっていうのとは全然違います。で、仏教も経典はありますけども、経典って仏教の一般的な信徒さんはそこまで別に読んでないです。で、お坊さんも別に仏教の経典に詳しいっていうお坊さんはそこまで多分いないと思います。で、あとは世襲なので、牧師と違って自分が牧師になりたいと言って犠牲を払って牧師になる牧師と、お寺、まあ、神社は世襲じゃないところもありますが、お寺は基本的には世襲で、世襲じゃない人も在家からあの独自にお寺に入ったりしますが、世襲の場合は本当に宗教2世3世と同じように自主的意図的、信仰がなくてもお坊さんになれちゃうんで、そこは結構な違いだと思います。だからあのお坊さんの中で割と生臭坊主みたいなことで批判されたりする、でその割とお金ばっかり取ってみたいな、でもちろん真面目なお坊さんはたくさんいるんですが、そういう意味ではその主体的な信仰によって、仏教を極めようっていう割合がキリスト教と比べると多分ちょっと低いのかなと。じゃあそれはあの仏教の仏教徒さんも、まあ、檀家さんももちろん法事とかはもちろんありますけれども、そこまで、毎週日曜日にお寺に行って献金をしてっていうのとは多分ちょっと違う感じの信じ方なのかなと。あとは海外との比較でいうと、先ほど紹介したセイントお兄さんっていうのが、立川でイエスとブッダがルームシェアするっていう設定の漫画なんですが、それはあの大英博物館に常設展示されるっていうぐらい、世界的にはあんな漫画が許されること自体が珍しいということで、まさにその、まあ、どっちもありみたいな、クリスマスもあって、ジュアの鐘聞いて翌日初詣行くみたいなのは、まあ、おそらく日本独特ならではだし、そういう、まあ、それを信じ方と言っていいのか分かんないですが、そういう信じ方も割と許容されるのが、まあ、よくも悪くも日本の独特ならではなので、それこそキリスト教に興味があるという人は、仏教にも神道にも興味があるという人がたくさんいて、でおっしゃるようにどれかを一つ選ぶ方もいれば、あえて別にどれかを選ばないで、みんなこう広く浅く、あるいはスピリチュアルとか他のねパワースポットとかも、一緒に同じレベルで、こう付き合っているっていう方も日本の場合は多いんじゃないかなと思いますね。まあ、だから推しをこう絞るのか箱推しするのかみたいな違い一神教か多神教かみたいなところですかね。ありがとうございます。非常に本質的なお話だと思いますし、私もまあまあ、この時期よくやっぱりキリスト教の教長習慣みたいなことが全国各地のキリスト教系の学校であるので、
お招きいただいて、呼ばれるんですが、私牧師じゃないので、まあ、そういう意味では、まあ、割とこうフラットに見ていただけるっていうメリットはあるかなと思います。牧師ですって紹介されて牧師としてこうできて話をしちゃうと、まあ、結局その勧誘目的なんでしょみたいな目でどうしたって見られる中で、私は極力だからそういう布教目的ではありませんと。でそもそもキリスト新聞では別に布教の新聞じゃない、あえてそれは香川豊彦が、まあ、創立者がキリスト教新聞ではなくてキリスト新聞というふうに名乗ったのもその理由があると言われておりますが、決してその布教目的、信者を獲得するための伝道する新聞ではなくて、まあ、いわゆるそのキリスト教への理解を、まさにだから宗教学と同じように理解を深めると同時に、その教会の中で起こっているそれはマイナスなことも含めて、さっき言った虐待のことも含めて教会が問題として考えるべきことを、意識して取り上げるようにしています。で、最近は特にキリスト教だけじゃなくてイスラム教や仏教や、そもそもその宗教リテラシーがあまりに低すぎる、学校の中では一切教えない、触れさせないという中で、簡単にそういうカルトとかに騙されちゃうようなリテラシーしか育っていないことは非常に有識問題だという認識があるので、少なくとも宗教っていうのはこういう構造を持っていて、キリスト教っていうのはこういう理解で、それを信じている推している人たちは、まあ、こういうファン心理なんだという程度はおそらく多分ベースとして知っておくべき教養なのかなと。それは多分ドイツとかでやってる宗教教育とかもまさにそういうどれか一つ選んで、学ぶと。でそのことによってそのリテラシーを上げて、カルトの予防にもなるということが大事なのかな。で、それは別にノンクリスチャンのためだけに限らずクリスチャンにとっても必ずいい有益なことであるはずだし、そういう常にノンクリスチャンにどう見られているか、何が問題になっているかということにアンテナを張っているべきだと思うので、そういう多分読者さんたちはそういう観点で、まあ、それを期待していただけているのかなと思います。でも学校で話すときは極力だからそういう押し付けない、いかにキリストが素晴らしいかみたいな話をしないようにはしてますが、その言葉遣いとかね、難しいですよね。その圧に感じる側がね、どう感じるかっていうのは非常に分からないので、なんでこの前もそのある福岡のキリスト教系の中高で話をして、初めてキリスト教学校に入ってキリスト教に触れた時の感想を匿名で集めたんです。そしたらほとんどやっぱりその怪しいとか怖いとか、そう、自分は別にキリスト教が良くて選んだわけじゃないのに、いきなりその自宅に分厚い聖書が届けられててビビったとかね、そういう反応なんですよ。ただその中ででもその礼拝とかなんかやっているうちに、あ、なんとなくその怖いと思ったけど、いや実はまあそこまで怖くないんだなってことは分かりましたみたいな反応が、まあ、もちろんそうじゃない人も、いや未だに怖いと思ってるし別に宗教必要ないと思ってるみたいな反応もありながらですが、まあ、それにおそらく普段全く触れる機会のない学生生徒たちが何かしらそこで得られるものはあったらいいなとは思いますよね。なので別にだから教会もやっぱりその勧誘目的で布教とかしちゃうんで、そこは多分良くないことで、まあ教会のにもよりますが、とにかく信者増やして組織維持みたいなことになると、どうしてもその下心があるし、なんでかんでその人増やそうと思ったら人増やすためだけの手段を選ぼうと思っていくらでもいろいろあるので、そこにその重きを置きすぎない方が宗教の健全性という意味では別にキリスト教に限らず仏教とかも含めていいんじゃないかなと思います。で逆にその信者集めを、ゴールというか主な目的にしない時に初めて他の人たちが安心して来てくれるっていうのが多分理想ではないかと。来てほしいって言ってとにかく怪しくないですよって言ってる人が一番怪しいと思うんでと思いますが、どうでしょうか。はい。